皆様こんにちは、チャッキーでーす。今回はね、お餅の大量消費におすすめなね、揚げ出し餅の作り方を紹介させていただきます。そしてね、めちゃくちゃ味の決め手になるね、美味しいお出汁の作り方を一緒に紹介しますんで、よろしくお願いします。それでは今日もポチャッと作ろうか。まずは材料の紹介からさせていただきます。はい、今回ねお餅をいっぱい使いたいんで、お餅を用意してください。もう数はね、自分のお好みの量を用意してください。そしてね、大根おろし、おろし生姜、刻みネギ。今回ね、味のポイントとなるのはね、こちらポン酢です。もう普通の市販のポン酢で大丈夫です。あとお出汁、材料は以上です。まずはこちらね、お餅の方を食べやすい大きさに切り分けてください。特にこだわりはありませんので、もう普通の丸餅なら半分ぐらい、大きいお餅だけでしたらね、ちょっと食べやすい大きさに切り分けてください。あまり大きすぎるとね、食べた時に喉に詰まって危ないんでね、まあ噛み切って飲み込めるぐらいがいいかと思います。お餅の方を食べやすい大きさにね、切り分けましたら、このまま油で揚げて火を通していくんですが、揚げる前にね、味の決め手となるだしポン酢を作りたいと思います。まずはね、お鍋の方にね、用意しておいたポン酢、もちろん市販のポン酢で大丈夫なんですが、今回はね、自分で作った手作りのポン酢です。以前ね、作り方紹介してますんで、もしよかったらね、概要欄の方に載せときますんで見てください。あとこちらね、お出汁、こちらポン酢と同分量です。まずはね、このポン酢とお出汁を合わせて火にかけて沸騰させていきます。火にかけてください。一応ひと煮立ちしたところで、この用意しておいたおろし生姜を加えていきます。はい、そしてこの今火にかけて沸騰させている間に、先ほど切っておいたお餅を油の方で揚げていきます。180度にね、温めておいた油の中に、こちらね、切っておいたお餅を揚げていきます。全体的にね、ぷくっと膨らんでくるまで揚げてください。お餅が膨らんで、こう表面にお餅が浮いてきます。そしてこの表面をね、ゆらゆらとね、この自分の力で動き始めるぐらいまでしっかり揚げましたら、油から引き上げておいてください。だしポン酢の方がね、沸騰してきましたら、こちらおろし生姜の方を加えてね、全体的に混ぜ合わせて火を止めてください。こちら180度の油でね、しっかりと揚げて柔らかくしたお餅を器の方に盛り付けていきます。こんな感じですね。お餅の方をね、器に盛り付けましたら、合わせておいたこの熱々のだしポン酢を上から回しかけます。はい、もうあとはね、ここに用意しておいた大根おろし、刻みネギ、上からトッピングしてください。はい、これでね、めちゃくちゃ美味しいね、だしポン酢が味の決め手の揚げ出し餅の完成です。 You have failed me for the last time. 完成いたしました。めちゃくちゃね、だしポン酢が効いた揚げ出し餅、最高に美味しいですよ。あのお好みでね、かつお節とか、まあ、一味や七味なんかを振りかけて食べていただいても美味しいと思います。
あと食べるときはね、この大根おろしとおネギの方をね、全体的にこう溶きほぐしながら一緒に絡めて食べるとめちゃくちゃ美味しいです。はい、それでは今日もポチャラきます。もう柔らかく揚がったお餅がね、最高にこのだしポン酢に絡んで美味しいんで、皆さんもぜひ作ってみてください。はい、うまい、もうめっちゃうまい。はい、ということで今回はね、お餅をいっぱい使うためにだしポン酢で作った揚げだし餅、作り方を紹介させていただきました。ぜひ皆さんもね、試してみてください。美味しいと思います。ありがとうございました。